はい、どうも、ろうろ京都チャンネルです。いつもご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。早くも、チャンネル登録100人を突破しました。ありがとうございます。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、今回ご紹介するのはブロンフィケーションオンラインストアのお得なキャンペーンのご紹介をします。はい、まずですね、はい、何点かセットをご用意させていただいてます。はい、特別キャンペーンですね。そうですね、特別キャンペーンです。一個一個パーツをお買い上げいただくよりも、まあちょっとお得になるというような。はい、言っちゃっていいですね。あ、いいですか、いいですか。はい、ですね、20% お得。はい、20% 引きです。はい、これはでかいです。3つ今回セットご用意していますので、はい、1つずつちょっとご紹介していきます。はい、はい、まずですね、1つ目のセットなんですけど、みんな大好きチタンシートポスト。うん、確かに。こちらチタンシートポスト、純正から約 185g 軽くなるという感じです。はい、でさらにカーボンレールのサドルにも対応している金具がついてくるので、サドル周りの大幅な軽量化ができるようになってます。はい、うん、一番効果的ですよね。そうですね、うん、もうこちら再販が開始されてからものすごい通販とかでご注文いただいて大人気商品です。うん、そしてまあ、シートポストのセットになるのがチタンハンドルバー、うん、はいはいはい、まあ、S ハンドルですね。うん、長さも純正の S ハンドルと一緒。はい、重量はちょっと 10g ぐらいですかね、重くなるんですけども、はい、まあ質感もシートポストと一緒ですね。うん、合わせたいですね。はい、で衝撃吸収性も上がると、うん、激渋です。はい、激渋です。こちらの2点セットで、まずこれが1個目。1個目です。はい、続いて次のセットなんですが、ヒンジクランプレバー、はい、シートクイック、はい、リアフレームクリップの3点になります。はい、3点セット。はいはい、どうぞ。まあ、レバー系3種類そうですね、レバー3種類あります。はい、はいはいはい、ですね、うん、まあ、リアフレームクリップは、はい、まあ、一色展開です ね、シルバーです。ステンレスでものすごい高級感が上がります。はい、そしてシートクイックは真鍮カラーとブラックカラーの2色と、はい、でヒンジレバーはそうです、ね、ブラックのハンドルでベースプレートがブラックシルバー、はい、そしてレバーが真鍮でかつブラックかシルバーと、はいはいはい、まあ、このようそうですね、4パターンですね。4パターン、はいはいはい、これをパッケージで、そうですね、パッケージで、はいはい、販売させていただきます。そして3つ目ですね。3つ目、はいはい、ボルトセット、ボルト3点セットです。はいはいはい、まずですね、こちら純正のヒダルペダルに使うチタンです、うん、もちろんチタンです。はい、ノーマルのね、折りたたみペダルですね。はい、ノーマルの折りたたみペダルです。はい、それと、チタンボルトセット、はい、まあ、4本ですね、ステム、そしてサスペンション、はい、で、ハンドルキャッチャー、はい、そしてこちらハンドルをクランプするボルトなんですけども、こちら S ハンドル専用になってます。はい、こちらだけご注意。はいはい、そして最後ストップディスクボルトっていうものですね、うん、リアブレーキのところについてるです。はいはいはい、アルミ製になってものすごい軽量化につながります。うん、そうですね、はい、これ結構まあ地味な仲間なんですけど結構効果的なんですけどね、なかなかちょっとね、うん、伝わらないというか、はいはい、これは結構ね、あのデザインとかも関係なく効果的なんでおすすめです。そうですね、はい、効果的に、はい、そしたらちょうど隣にブロンフィケーションを、はいはいはい、満載した、うん、ブロンブトンをご用意してますので、はい、まあ、そのセット商品がどこに付けられてるかっていうのを、ああ、分かりやすいですね。説明していきます。はい、まずですね、1個目シートポストと、ハンドルバーのセットですね。はい、こちら、は
はい、ブロンフィケーションと書かれて、うん、シンプルで、まあ、シンプルですね。ロゴの主張もそこまでしてないんで、うん、シンプルに決めたい方、そうですね、いいかなと思います。はい、このメーカーここだけですね、ロゴ入ってんの。そうですね、シートピラーのバースにしかロゴ入ってないんですよね。はい、で S ハンドル、ストレートハンドルですね。この鈍い輝きがものすごい、うん、いいんじゃないでしょうか。独特の輝きを放っております、ね。そして、今度2つ目のセット、クランプ系のセットですね、はい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 、ですね、そうしたらまずリアフレームクリップからですね、はい、ここですね、うん、かなりすっきりしたデザインに変わって、ね、これも丸々チタンですからね、はい、軽いしシンプルで美しいと。美しいと。隣に回ってもらうと、こちら真鍮カラーのシートクランプになります、はいはいはい、まあ、ローカラーともマッチしてますね、うん、はい、そしてヒンジクランプですね、はい、特徴としまして、ごめんなさい、はいはい、ここにナットついてまして、反時計回りに回すとナットが引っかかって、もうそれ以上、はい、プレートが回らないようになってます、はい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 、かつプレートもこの字の部分もこっち側が長くなってまして、フレームに引っかかることによって360度回らないようにと、うん、はいはい、それとスプリングも中に入ってるのでこのように跳ね返ると、はい、ちょっとフレームによってはバネの代わりに付属のクリップにちょっと入れ替える必要があるんですけども、はい、はい、こういう機能も使い勝手と軽さとデザインと、はい、ですね、はい、そして最後ボルトセットですね、はい、そしたらペダルアクセルからいきましょう、はいはいはい、こちらですね、はい、左ペダルだけ、うん、はい、めちゃめちゃでかいボルトなんでこれ効果的です。そうですね、はい、そして、チタンボルト4点セットですね、はい、はい、したらとりあえずこちらですね、そうですね、はい、実はここもごっついね、長いボルト入ってますからね。そうですね、うん、じゃあサスペンションで、はい、ボルトと、そしてステム、ステムですね、うん、ここもでかいボルト入ってます、はい、そしてハンドルキャッチャーの、はい、これもね、ボルトです、入ってますね、はい、そしてS ハンドル専用のチタンボルトですね、はい、うん、言いますか、はい、はい、ね、チタンからサビもね回らないですし、そうです、ね、軽いし、サビないというのは非常にメリット、はい、そして最後ストップディスクボルトですね、はい、この黒い、ね、黒いやつですね、はい、これは純正から引っ越しさせるっていうような、うん、はい、感じですね、はい、いかがでしょうか。そうですこのブロンフィケーションで固められた、うん、ローカラーやっぱ渋いですね、やっぱ似合いますよね。そうですね、今ご紹介した商品以外にも他にもブロンフィケーションのパーツがインストールされています。はい、見えないですけど二足ハブの中の軸も変えてありますね、うん、はい、アルミアクセルですね、はい、そしてフロントハブも変えてあります。はい。はい。いいですね。はい。いいです。ものすごいいいです。僕もこれ大好きなんで。はい。はい。愛車にところどころフロンフィケーションインストールしています、はい。はい。こちらですね、常時店頭で展示していますので、うん、ちょっとまあ使用感とか、まあ、ちょっと現物見てみたいなって方いらっしゃったら。ぜひ当店までお越しください。そうですね、ご来店お待ちしてます。はい、ご来店お待ちしてます。はい。で、もう一つお得なキャンペーンなんですけども、はい、5000円以上お買い上げいただいた皆様に送料無料で、うん、はい、商品をお届けいたします。そうですね。はい、送料無料と、お得なセットのダブルパンチで。はい、ダブルパンチで。まあ、大変な時期なんですけど、ね、通販ね、ぜひ活用いただいて、はい、通販活用していただけたらなと思います、はいはい、定期的に、まあ、ブロンフィケーションのオンラインストアも、まあ、商品の写真変えたりとかして、あ、はい、模様替えもしてますので、そうです、松本頑張って撮ってましたんで、はい、ぜひ確認ぜひご覧ください、はいはい、それでは本日はこ
ここまでです、はい、いつもご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます、はい、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、はいはい、この辺ですね、この辺ですかね、はい、それではまた次回もよろしくお願いします、はい、お願いします。ありがとうございました。